はい、えー、どうもすいません。えー、っとですね、えー、前回ですね、前回、まあ、まあさっきなんですけども、えー、さっきですね、ど <laughs> も、えー、宇宙戦火とですね、波動砲の話をですね、えー、録音して自分で聞いてみたらなんだかわかんないんですけど、まあ、あのまあ、超能力っていうのがですね、まあ、使えるってことがですね、結論としてはですね、わかればですね、えー、よろしいかなと思うんですよね。はい。 でまあ、これがですね結論がですねあの結論はですねあのそんなことできるわけないって思ってたらもう多分無理なんですよ無理なんですよこれあの家庭とかそういうことじゃないと思うんですよ、うん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 、なんか分かりますでしょうかね、うん、だからだからできる教を聞いてほしいんですよ でき,るでき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 るってね、えー、できる今日できる今日が再生されてほしいなと思うんですけどね、うん、まあまあいいんですけどねいいんですけどだからまあうまああのなんですかね嘘嘘でもあも本当になるっていう話があの、まあ、この前にしたんですけどうん、嘘でもなんかねだからあれあるじゃないですかあの薬のやつ。 なんですかプラシーボってあるじゃないですかプラシーボの逆もあるわけですよプラシーボ効果もあるしプラシーボの逆もあるな逆は何て言うんでしたっけね、えーまあ、それはちょっと調べていただくと分かるんですけど、うん、だからそういうことなんですよ、うん、そういうことなんですよ全部全部そういうことなんですよ人生はですねだからそれがもう私分かったんですよ 分かったんですよ。分かったんですよ。分かったんですよ。<laughs> だからね、もうなんかね、本当にね、ちょっとね、悔しいんですよね、うん。悔しい。これ最初から分かってればね、最初から分かってたらなんか、うん、だから今までのな時間はなんか全て無駄みたいになるわけですよ。うん、たった一個の知識がですね、うんもう、もう何でもないことですよ。うん できるって言ってればできるんですよ。できるんですよ。できるんですよ。できるってだから毎日ね、あの10万回言えばいいんですよ。うん、できるって。それ何ができるかわかんないですよ。わ <laughs> かんないけど、何かできるんですよ。何かね。なんかはできるんですよ。できるできるって。だからできないって言ってたら <laughs> できないってことなんですよで。ただそれだけなんですよ。だからそれが。 あ、まあ何個見てんるの見えしあるですもんねあの思考は現実化するっていうのですねで思考は現実化しないっていう話がよくあるじゃないですかでもそういうのを教えてくれてんですけどもあの本当にですねこの言葉とかじゃなくてですね何だろうな本当に私分かったんですよ、うん、分かったんですよ だからできるって言ってればできるんですよ。だからアシュタールさんはできましたなんですよ。過去、過去形なんですよ。うん。私はできるでいいと思うんだけどな。どう,どうですかね。うん。私はできる、だからできる、できる今日なんですよ。<laughs> できる、できる、できるってね、言ってればいいんですよ。うん。 えそれでですね、サンダーマスクですね、サンダーマスク、でも前回ね、あったらですね、検索したらですね、あのいっぱい出てきてですね、もっといっぱいね、あの探せばね、ネットの中いっぱい探せばね、もう山のようにあると思いますけどね、うん、もうもろでしたね、私、あそんな、全然見てなかったんですよ。うんあの オミクロンしか見てなかったんですよ、オミクロンね。うん、オミクロンしか見てない。<laughs> そしたら全部、全部、もろなんですよ、もろ。もろなんですよ。ねもろなんですよ、うん。マイクロチップも言ったけどね。えー、この間ね、マイクあの前回マイクロチップも言いましたけどね。手塚治虫さんのあれは、まあ、もろなんですよ。だから、デビルマンレディもみんなね、あのー、前回ね、聞いていただくと分かるんですけど、うんうん、全部もろなんですよ。 そうなんですよ。だから、アドホーもそうなんですよ。スター・ウォーズは本当の話なんですよ、えー。繰り返しですみませんけれども。うん。だから、悟空なんですよ。うん。全部教えてくれてんですよ。アニメとかね。だから、私は、だからもう、まあ、ま、あの、今持ってる、今出てるね、こう、有名なやつですね。有名な、売れてるやつですよ。何かしらあるんですよ。ね。何かしらあるんですよ。売れ、超売れてるやつね。うん。 えー、悟空はそうでもないけど、まあまあ相当売れてるでしょうけどね。現場大戦は、だからどうなのかな。現場大戦の本はね。あれ、k 川ですよね。k 川だからな。<笑><笑>でもね、現場大戦大好きなんですよ。うんだからね、平井和正先生もね。う でもアシュタールさんとやっぱ違ってるところが出てくるんですよね。本読んでるとね。うん。だけどね、どうなのかな。だからその辺のね、うん、いろいろ知りたいですね。うん。まあまあまあ知らなくてもいいんですけどね。いいんですけどね。うん。要は自分がこれからどうなればいいかっていうか、でね、どうしたいかっていうか何をしたいかっていうかね、うん。それだけ考えればいいのでですね。 かその思考の操作ですよ。思考の操作とね。毎回言いたいんですけど、思考の操作ですよね。レプティリアンですね。レプティリアンですよ。レプティリアンね。えー、宇宙人はいろいろ調べてくいろんなね、なんとか、星人といっぱい出てくるけどね、えー。やっぱりレプティリアンですね。モーツァルトの最後の曲はレプティリアンですからね。うん レプティリアンの5人ぐらいがなんかやってるっていうね、アシュタルさん言ってるんで、それはまあ、超次元ライブとですね、南アシュタルレディオさんをいていただけたらなと思いますけどね、あの、一番最初からね、何回も、何回もですね。うん。えそういう感じでですね、うん。まあ、もう、あれだけね、動画いっぱい出てるからですね、 あの文字のやつなんか何千本、二千何百本出てるんですよね。うん。だから、もうね、二、う、千、ん、<laughs> 何百本出て。<laughs> 私もやっとね、二千六百超えたのね、復元が、復元すね。まあね、でも三万本まで頑張りたいですね、うんうん。もうこれね、やるの面白いですからね。うん、まあ、まず一万までいきたいですね、まずね。 一万やればね、ちょっとはなんかね、<laughs> なんかね <laughs>、なんか起きていいと思いますね、一万までね。二千六百までね、何日かかったかな。うんそういうことなんですよ、うん。思考は現実化するんですよ。するんですよ。チャンネル登録ね、あの私の、一の回もね、してくださいなんて一回もして言ってないしねあ、しなくていいですってね。 ずーっと言ってきてるんですよあでも。でも、あの、してくださるんですよ。ね。ありがたいですよね。本当にね。うん。だから、まあ、チャンネル登録っていうよりもですね、やっぱりできる強ですね。うん。あの思考の操作です思考の操作がされてるので、あの、誰でも、もう、誰でも、本当に超すごい人なんでございますよ。うん。本当に。本当だから、これ。嘘じゃないから。どんな人でもですね、 ものすごい人なんですよ。よろしいでしょうかね。うん。うん。うん。それが思考の操作で、俺はダメな人間なんだって <laughs>。それ言っちゃったらもうダメなんですよね。だから、うん。だから本当はですね、その、うん。本当はお金とかね、そういうものはないんですよ。あの、うん。あの、あれしたらね。うん。そういう世界にね。 どのくらい変わるかわかんないですけどね、変えたいなと思って、ね、頑張ってるんですよ、ゲームなんですよ。オセロをひっくり返していくんですよ。うんえー、結構ね、もう積んでるんですよ、うん。ね、あの、詰めろって言うんですよ。積めろつ。ほっとくと積みますよっていうね、将棋のね、将棋のほっとくと積みますよっていう手を、さの手,を手がですね、 詰めろって言うんですよ、えー、チェックメイトの手前ですね。チェックメイトの手前ですよ。うん、それで今、どこの辺まで来てますかね。うんだから、まあ、人数ではないけど人数だってね、アシュタールさんいつも言うんですよね。人数ではないけど人数。人数多い方がね、それはね、うん、それはそうですよ、うん。だけど、ある程度の人数に達すると、 もうガラッとと変わるっていうことなんですよある程度のねそれが何人かはわからないけどねですねうんえー、ねまあ芸能界でもねまあずっと前から見てるとねガクトさんっていう方がいてですねまあその辺はまあどうかわかんないですけどねうん飛鳥さんはねあのツイッターでやってるからねあの飛鳥さんはねあのうん あの分からないですけどね全部ね全部分か,らない分からないんですけども、うんまあ、今飛鳥さん注目してますねで長渕さんもずいぶんねやってくださいますよねそのすごいもんねあの長渕剛さんが一言言うとですねうん何でしょうねあれね <laughs> だけどみんなそのぐらいのパワーがあるってことなんですようんあるんですようん。 誰でもですね。はい、えー。それが思考の操作ですね。もう今まで言ってきた通りなんですけども、これからも同じ話をですね、何回でもするんですけども、なんでかっていうとですね、あの初めて聞いていただく方もいらっしゃるからですよ。うん。で、再生リストも作りましたんでねあの、できる今日をですね、えー、あの聞かなくてもいいんですけど、できるってやってほしいんですよね。1日ね、1万回できるって言うんですよ。うん。 できましたでもいいですよ。アーシュタルレディオさんのね、できました。あの、3回なんですよ、あれはね。3回 <laughs>、できました。できました、3回言ってくださいって言うんですよ。いや、私は3回なんかじゃ無理だと思うんで、あの、まあ3回でいいらしいんですけど、いや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 、いや、3回っていうのはそういうことじゃないから。うん。かできるってね、1日中言うんですよ。うん。そうしたらね、あのー、